はい、どうも皆さん、こんにちは、ガクチャンネルのガクです。今日は、2020年、始まって、初めてのね、動画を、撮ってます。昨年末からね、ちょっと間が空いてしまったんですけど、結構ね、なんていうか、撮ってるのは撮ってるんですけど、なかなかね、バタバタしすぎて編集ができてなかったりとかいうのがあるので、他ね、あと撮りたいやつも結構ネタはね、あるんですけど、なかなか撮れてなくてということでね、そういうことが続いてて、ちょっと間が空いてしまってます。すいません。2020年ね、また頑張っていこうと思います。この年末はね、すごくちょっと、なんていうか、もともとインフルエンザをね、12月にかかってしまったっていうのもあって、その兼ね合いでね、なんか本当にバタバタしてました。でそんな中でね、とりあえず今回ね、この年末、大掃除をね、やるっていう中で、ちょっと部屋のこう、片付け、っていうか模様替えっていうかね、機能性アップのために何かしたいなということで、前ね、こっちの後ろのところに、前からご覧いただいている方分かると思うんですけど、テレビがね、ちょっと古いシャープのアクオス置いてたんですけど、それをね、ちょっと処分したいなということで、場所もね、ちょっと撮ってたんですよ。テレビ台とテレビとでね。で、今回ね、もう映ってますけど、こちらね、これ、結構でかいですけど、はい。こういうのをね、買いました。これね、ジャパンネクストっていうところの、製品。テレビではないです。もうモニターですね。モニターなんですけど、4K の、HDR 対応の、モニターということで、ちょっと今僕の YouTube のやつね、流してますけど、よいしょ、ちょっと画質が悪い。これは 4K にしないとね。これかな。ね、こんな感じで、一応僕の中では作った映像の、出力した時の、確認、とか、そういったことにまず使いたいなということで、もともとあったモニターはこちらの方にね、これもアーム式にして、こんな感じでちょっと使いやすくできないかなということで、こういうふうにしてみましたね。はい、こんな感じですね。で、はい、これでいいかな。で、このモニター自体には一応こういった、子供とかもちょっとこの部屋で遊んだりするっていうのもあって、任天堂スイッチの方とかゲーム機とかね、繋いだりとか、あとはAmazon ね、Amazon のなんだったかな、 Fire TV かな、端末繋いだりとかして、だから基本的にはそういった形で、テレビのチューナーは全くね、ついてない、ような形です。でっかいパソコン用のモニターですよね、これを買ってみました。はい、どうもすいません。ちょっとボタンをね、押し間違えてね、いきなり切っちゃいましたね。実はね、モニターの話をしてたんですけど、カメラね、α7III を、年末に買ったというお話をしてたと思うんですけど、その兼ね合いもあってね、このリモートコントローラーを買いました。これ何かっていうと、フォーカスをね、ちょっとこれをボタンを押すと再度ね、合わせてくれるっていうのがやっぱり一番の、目的っていうかね、これがやりたかったね。であとはなんていうか、最初のこう、なんていうかな、動画のなんていうか、パッと言葉が出てこなくなっちゃった。ちょっと写真をね、ちょっと撮りたいなっていう時も、一人でね、行ってますんで、やっぱりなんていうか、タイマーとかでセットすると、なんかフォーカスがうまく合わってなかったりとかしたりとか、してたんで、なんかやり方があるのかな、ちょっと僕もよくわかんないけど、うまくいかなかったもんで、これがあったら、三脚にね、三脚とか、どっかに置いて、これでフォーカスちゃんと合わせて、シャッター切れると。いうことで、これをね、買ってみました。であと、レンズもね、
これもあのサムヤンっていう、まあ、韓国のメーカーですかね、韓国だと思いますけど、韓国のメーカーの分で、あのかなり広角の、あのこの、あのレンズね、これも5万まではしてなかったですね、4万何本くらい、まあ、あの詳しくはね、あの概要欄の方に一応あのリンク貼っとくんで、まあ、僕もカメラあんまり詳しくないんでね、あの YouTube 撮りたいなっていうので、まあ、いろいろね、ものを増やしてる感じはありますけど、まあ、そのレンズを買って、一応ね、撮ってみました。だからかなりね、あのこれで、まあ、ある程度の近い距離なんですけどかなり入ってるんでね、これでやっと室内での撮影がしやすくなったかなと。ピントもね、わりかしちゃんと合うと思うんですよ。あんまり近すぎるとね、あれですけど、まあまあピントもわりかし早くパッと合ってくれるような感じはするのでね。だからまあこのくらいやったら、あの非常に使いやすいかなと思ってね、買ってみました。はい、一番まああれなのはこのモニターをね、これ壁掛けにしてるんですよ。あのこれがね、結構作業的に、あと配線とか、そんなを処理したりとか、あとここら辺のものをね、ちょっとこういう風な、これカインズホームで買ったケースですけど、まあ他もね、一応、100均とか、あと、カインズホーム、まあ、あのホームセンターね、とかを いろいろ行きながら、まあ、あのものをね、整理をしていましたね。でモニターの方なんですけど、これね、そう先生、一応まあこれも概要欄の方に、まあ、リンク貼っとくんで、それ見てもらった話早いということなんですけど、型番が JN-V5500UHDR4K ね、55インチの液晶ディスプレイということで、で一応 PC から出力してる、まあ、さっき見てもらった映像っていうのは D ポートね、でつないでます。で、あと、HDR が対応してる、HDMI ポートが1つ、ね、ポート1つあるので、あとね、まあ、対応してない分があと残り3ポートくらいだったかな。そう、ごめんなさい、2ポート。HDMI が一応合計3つね。で、ディスプレイポートが、1つ。で、VGA が1つ。であとは、まあ、PC、オーディオ、イヤホン。で、あと、まあ、光、音声ね。あと、USB ということで、そんな感じの、仕様で。まあ、HDMI が、まあ、3つあるんでね。まあ、それで十分かなと思いながら、まあ、それと合わせて、まあ、HDMI の切り替え用のね、スイッチ、をつけてて、まあ、それでまださらに増やせるような形には一応してます。切り替えてね、そんな感じにしてます。まあで正直スピーカーはこれ何ワットついてるのかな、やっぱりねテレビの内蔵スピーカーなんでちょっと問題っていうか音が綺麗じゃなかったので、昔から僕が使っててもう古いやつですけど、音響の PC 用のスピーカーがね、あるので、まあ、それをつなげてということでね、やってます。はい。で、ね、大きさはね、正直ね、これちょっと失敗したなと思って、大きすぎたなとは思ってます。こっち側にね、ちょっとソファーみたいなの置いてるんですけど、まあ、今まではテレビがこう横面にあったもんでね、ちょっと首をこう曲げながら見ないとダメだったので、まあ、それもしんどいなと思って、まあ、PC のね、僕の撮影したやつの確認用の画面でも欲しかったのもあって、まあ、こっちにつけたんですけど、ちょっとやっぱり上につけないといけなかったのと、やっぱりこう PC 操作して、やっぱこの距離で見てるとね、あんまりでかいモニターだと目がしんどいので、そういう意味ではね、ちょっと心配だったのかなと思います。で、ね、ただね、これね、値段的には76,960円ね、税込みということで、結構ねやっぱり割安なモニターだとは思います。 4K で HDR 対応ということで、してるモニターとしてはかなり安いね。
で発色どうなのかっていうのに、これはもう人によってだいぶね違うと思うんで何とも言えないですけど、僕的には十分、かなという感じはしてます。まああのなんていうか、今既存であったね、あの 4K 対応でも何でもない、あの昔から使ってたモニターと比べたら、全然綺麗ですよね。であとこれね、発色の方法が、VA 液晶パネルっていうのを使ってて、その、なんていうか、発色がね、やっぱり黒とかが綺麗なのかな、この VA パネル。僕もちょっと調べたんですけど、なんかあの、その、これ昔のやつが TN パネルってやつなのかな、ちょっとそこの違い、詳しくはちょっと僕言われたらよくわからないんですけど、VA パネルっていうのは、あの、まっすぐこう正面から見る分にはかなり綺麗に発色してくれるみたいですね。で、あの IPS パネルとか、なんか従来のパネル方式のやつはやっぱりこう横から見てもある程度こうあの綺麗に見えるような感じの分みたい、あのそういう特徴があるみたいなんで、でも今テレビとかでも 4K テレビとかは結構この、VA パネルでいいかな、この、方式を撮ってるのが多いみたいなんで、まああのこっちの方がいいのかななんてね、思いながら、買ったんですけど、まあなんかねよくわかんないです。まああのメーカー側の説明では多分横とかからのこの、見た時も綺麗に映りますよみたいなのを書いてるんで、まあ一概にそのパネル方式がどうのこうのっていう、なんかメーカーさんのね、特殊なこの技術が入ってるのかもわかんないですけど。まああのね、綺麗に、なんていうか見えてるような気はしてます。まあ、あのもしねだからね、今からまあ買い替えるなんていう方いてたら、まあ、テレビとかね買い替える方いてたら、まあ、こんなんも選択肢の一つじゃないのかなと思いますけどね。まあ、あとはあのもしあれだったらね、あのブルーレイレコーダーの方のチューナーがあれば、まあ、全然ね問題ないのかなと思いますし、テレビもね。では僕の場合は例えばテレビ見るときもあのパソコンの方からあのソニーのトルネの方を経由してテレビもね、別に見れるので、当然パソコンは起動しとかないといけないんで、まあ、そういう面倒くささはありますけど、まあ、一応テレビも見れるということになるんでね、まあそんなことです。一つねあのそうなんですよ、あのこれなんでこんなことになってるかっていうと、ドン・キホーテさんの方でなんかあのこネットのね、なんていうかこうニュースで見たんですけど、まあ、チューナーが入ってない、テレビを年末に、ね、発売されたということでね、それはね2万円くらいだったんじゃないかな、2万円くらいで、ただ HD 画質、フル HD でもない HD 画質なんですよ。でもパネルはね50インチくらいだったんかな、あれ確かね。だからすごい安いけど、でも50とか50までいってなかったな、そんなんじゃなかったな、ごめんなさい、ちょっと僕もちょっと忘れちゃった、一回ちょっと気になったから調べたんですけど、ね、まあそんなんで大きいモニターで、まあ、値段安いんでね、まあそんなんが欲しいな、まあ、テレビの代わりにね欲しいなと思って、そんなんからだんだん値段が上がっていって、最初2万円くらいだったのが7万円になっちゃったっていうね、オチがあるんですけど、まあ、そんなんでね、まあ、だからドン・キホーテさんのやつがきっかけになって、モニターやっぱりテレビちょっとね、買い替えて室内環境ね、改善したいなというところがね、そんなことがあって、まあそういうことをやってました、はい、年末年始ね、なんていうか、もう動画っていうかもう編集できるこの机とかがぐちゃぐちゃだったんでね、もう編集なんかとてもできるような状態じゃなかったんで、まあそういうところもあってね、もう滞ってたんですけど、またね、これからもどんどんやっていこうかなと思います。正直こんなモニターなんか僕もね、あんまり説明できるかって言ったら、まあ、今言ったくらいの内容、ただあとね HDMI のとこだったら HDMI の 2.0 っていうのを対応してるのは1ポートしかないんですよ。で、あとの残り2つが HDMI の 1.4 っていうのに対応してるんで、多分 4K、 僕も、ね、調べたら 4K だと 2.0 じゃないとダメなんですかね、多分ね。
4K の HDR とかだったら多分 2.0 がいると思うんで、まあ、それはもうちょっとワンポートしかないんで、あとはまあ PC つなぐのはだからディスプレイポートでいいと思うんですよね。これだと 4K 出力っていうか 4K 入力ができると思うんで、問題ないですよね。ディスプレイポートもね、何だバージョンがなんか あるんですよ。バージョンがね、どっか書いてないな、どっか書いてたんですけど、ディスプレイポートは、ディスプレイポートが 3840×2160Hz の対応なんで問題ないですね。ていうか、123全部そうやだな。全部そうですね、これね。ちょっと近すぎな。全部いけるけど、まあ、バージョンは違います。HDMI ポートのね。バージョンは違います。はい。まあ、ということです。まあ、そんなことをやってましたということでね。まあ、とりあえず、今年もね、まあ、何ができるか。まあ、ドローンね、ちょっとね、力入れて、ある程度やっていきたいなと思ってるんですけど、まあね、なんかね、ちょっと、まあ、前から言ってるように、ちょっとテンション落ち気味なところもあるんで、まあ、ただ、で、近場はね、もう大体ね、行き尽くした、飛ばせるようなとこで、ちょっと景色がいいな、眺めがいいな、みたいなところはね、結構行き尽くした感があるので、遠征をしないとダメなんですよね。ちょっとそういう時間が取れないっていうところもあったりとかして、なんかね、同じとこ何回も行って飛ばしてね、っていうのもなんかあんま面白みがないっていうかね。まあまだ山とかで紅葉とかこうそういう変化があるとこだったらいいんですけど、山とかでもね結構本当に厳密にこう許可を取ろうと思うと結構めんどくさかったりするんでね、なんかね、そんな感じですまあとりあえず頑張っていこうと思いますんでね、今年もよろしくお願いします。今日はまあこんな感じでちょっと雑談みたいな感じにね、近況報告雑談みたいな感じになってますけど、まあ、またね、よろしくお願いいたします。そしたら今日はこの辺で失礼します。さよなら。